フレデリック・キースラーフレデリック・キースラーは、オーストリア・ハンガリー帝国のチェルノビッツ生まれの芸術家、ニューヨークで没した。1908年から1909年までウィーンの工科大で学び、その後1910年から1912年にウィーンの絵画芸術アカデミーで絵画と版画を学んでいる。工科大学の建築専門課程は終了していない。 1920年から短い間であるが、アドルフロースの下で働いている。1920年代にベルリンとウィーンで舞台芸術や展示会場のデザインで活躍した。劇場建築などを主に手掛け、世界で初めて建築的な映画の専門の場を作った。1923年からデステールのメンバーにもなお、連ねる。キースラーは、 当時のヨーロッパ前衛芸術家と広く交際があった。建築家でもあったが、建築を建てない、建築家、アンビルドアーキテクトとして有名であり、魔法の建築家、マジックアーキテクトとも呼ばれた。主に、アメリカで作品を発表をしたが、建築家、フィリップ・ジョンソンをして、キースラーほど建築を建てないで有名な建築家はいないと言わしめた。元コロンビア大学大学院教授であり、 ニューヨークにあるコロンビア大学研究機関であるコルリエーション研究所の代表でもあった。エンドレスハウスを代表作として現代建築市長の先駆けとなる理念を50年前から提唱していたという点は特筆すべき点である。メディアアーティストで知られる山口勝弘はキースラーに支持した。山口勝弘は環境芸術家キースラーなどの著書を書いた。 キースラーの死後の2009年に伊藤富雄がフレデリック・キースラー賞を取った。ありがとうございます。